はい、皆さんこんにちは。スイコカワ太郎のゴム手です。セリアさんのテーラーを使ってオリジナルのベストを編んでいます。昨日はこの襟ぐりのところ、かぎ針編みの、細編みで1周ぐるっと65目編んできました。今日はそうしましたら、ここにスカラップ編みを入れていこうかなと思っています。では最初の1目、鎖編みで立ち上がります。1目飛ばした次の穴にまず長編みを2目入れます。1目、2目、そして1目鎖編み編みます。同じ穴にまた長編みを2つ入れていきます。そうしましたら1目飛ばした次のここに細編みで編み入れます。はい、こんな感じのスカラップになります。では続けて編んでいきます。はい、1目飛ばしてその次の穴に長編みを2目入れていきます。鎖を1目入れます。長編みを2つ入れます。そして1目飛ばしてその次に細編みで編み入れます。はい、こんな風になります。あ、ちょっと今ねふっと思ったんですけど、ちょっと違う編み方に変えてみますね。方もいいかもしれない。もうね、なんか編みながらね、どん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 アイディアが広がっていくのですいません、もうなんかちょっと変わります。ここにね3目鎖を編みました。で、鎖の根元のところに引き抜きでこう入れます。そうするとピコットみたいな感じになるのかな。で、これでどうでしょう。で、また長編みを、私ね結構かぎ針編みだときつくきつく編んでしまうので、どうしてもね毛足が絡まってしまいやすいんですよね。こういう毛足の長い毛糸ではかぎ針編みは私には向いてないです。はい、どうでしょう。これ試しに編んでみたけどおかしいこれおかしいですよね。ダメですね。はい、戻します。はい、編み物はいいですよね。何回失敗してもね、ほどいては編み、ほどいては編みできるので、はい、普通に長編みを2つ入れて1目鎖編みました。で、また長編みを2つ入れます。この方が綺麗かもしれない。はい、でこうやって、ね、編みながら試行錯誤して納得いく編み方でね、最終仕上がっていくっていうようなのが私のやり方です。だから編み図とか一切ないんですね。同じものを2回編めって言われるとちょっと難しいかもしれないですね。はい、で1目飛ばしてその次の目、ここのところに長編みを2つ入れます。はい、では編みながらちょっと雑談していこうと思います。昨日娘と一緒に某美術大学の、学園祭とオープンキャンパスを見に行ってきたという話をしたんですけれども、その話の続きをしたいかなと思います。立体物を作る教室の屋外にプレハブみたいな校舎がいっぱい建ってましてね、プレハブ校舎の前のところには学生さんたちの作られた作品がいっぱい並んでるんですね。巨大な白熊であったりとか、等身大の猫であったりとか、それから、まあ、面白いものでは金属の作品ですよね。鉄板と、それからよく鉄の棒、コンクリートブロックなんかを積むときに中に鉄線を入れていきますよね。太い鉄線、ちょっとギザギザギザっとしたような模様のついてる鉄線があるんですけれど、その鉄線と組み合わせて、まるで何て言うんでしょうね、コウモリの羽のような、恐竜の羽のような膜の翼みたいなものを作ってあって、それがかなり大きな作品なんですね。先生がその前に立って、
で、この作品はね、ここにこうやって立ちますでしょって。で、向こうから写真を撮るとまるで片方の羽が自分の肩から生えてるように見えるようになってるんですよっていう風にね、紹介してくださって、確かにね、よくフォトスポットとかで壁にね、天使の翼が描かれてて、その前でね、写真撮ったりするような作品があると思うんですけれど、それの立体バージョンですよね。金属で作られた、溶接して作られた、なんでしょうね、恐竜の羽、悪魔の羽、コウモリの羽のような、そういう、ね、オブジェがドンと置かれていたりとかね、巨大なカニを作っていらっしゃる方もありました。もうリアルなリアルなカニです。今にも動き出しそうな、カニが作られていたり、あとなんかハウルの動く城かなって思われるような、そういう造形物作っていらっしゃる方もありましたね、はい。前回行った大学とちょっと違ったのは、ここの学校は日本画のコースがあったんですね。いわゆる岩絵の具というものなんですかね。鉱物を砕いて絵の具を作ってね、それで日本画っていうのを描いていくんですけれども、その鉱物の標本であるとか、こんな風な絵の具があるんですよっていう風に砕いた鉱物をね、展示されていたりとか、それから生徒さんの描かれた作品ですよね。多かったのが鳥の絵が多かったんですけれど、すごくすごくリアルな鶏の絵が置いてありました。で、すごい細かいって、毛の一本一本まで描かれてる。その毛の一本も微妙なグラデーションで色が変化していく。光が当たったところだけね、黒い羽が緑色に光っているようなところまで描かれてたりするのでね、あ、すごいって、こう顔を近寄せて見ていたら、先生がね、あ、そうなんですよって、これはね、あ、ここの学校には鶏が飼われていましてねって、それをここの教室に連れてきて、実際にこの鶏と触れ合ったりしながら動くものを見て十分に観察した上で、写真なんかを見て描くのとは違って、今生きて動いている鶏をそのまま描いていくっていう授業をしまして、その時の作品なんですよっていうふうに教えてくださいました。だからリアルなんだっていうのがね、すごくよく分かりました。それからそれだけではなくって、昔の絵ですよね。仏様の絵であるとか、源頼朝のよく教科書で目にするようなああいう絵ですよね。そういうものを模写したものとかも展示されていました。で、こういうものを模写していくことによって、実際にどういう顔料が使われているとか、そういうことをね、学んでいくんですっていうことをおっしゃってましたね。模写とは思えないような素晴らしい出来栄えでね、これは本物ですかって聞いたら、コピーですかって聞いたんかな。そしたら、いや、これは機械的にコピーしたものではなくて、生徒が模写したものですと、そういう風に教えてくださいました。いや、もうすごい素晴らしいの一言でした。よくパクリっていう言葉を私たちよく使うんですね。すでにある作品の模倣であったり、二次創作であったりとか、そういうのを私たちね、よくパクリっていう言い方をするんです。こういうね、パッチワークの作品であったりとか、編み物もそうなんですけど、似たようなものを作っていらっしゃる、創作されたものの真似っこですよね。真似っこするっていうのを良しとしないようなところってありますよね。よく某シー国がディズニーのキャラクターであるとか、日本の有名な猫型ロボットのね、ああいうキャラクターをもうそっくりに真似て、若干クオリティ低い目のね、キャラクターを作って、そういうものをね、いかにも自分たちが作ったものみたいな感じで使っていたりしますけれども、あんまりそういうものって良しとしないところってあると思うんですね。本物のものを作っていこうと思うと、最初はそういう模倣とか模写、優れたものを真似て作ってみるっていうのもすごく大事な勉強なんじゃないかなっていうふうに感じました。で、私もこれね、結構こだわりがあるので、
私は編み図を見て編むっていうことをあんまりしなくって、まあ、編み地を見て編み図を見て編み地を見て編み図を見てっていうのをそう繰り返すっていうのが私あんまり得意ではないので、だから編み図を見ないっていうのもあるんですけれども、頭の中にあるものを苦労してひねり出すっていう作業ね、それって楽しい一面、またすごくね、すごく大変な面もあるんです。試行錯誤の連続ですよね。言うとね、そういう試行錯誤の連続をして作り出したものを安易に真似られると、どうやねんって怒る気持ちの、ね、そういう人の気持ちもすごくよくわかるんですね。じゃあどこまでが OK でどこまでがアウトなんだとかいうような話になりますけれども、難しいですよね。例えばね、私パッチワークしていた時にこういう風な記事見ていただいたらね、あ、見たことあるわっていう記事あると思うんです。結構その辺にある記事使ってますので、ご覧になったことあるような記事もね、いっぱいあると思うんですね。あの有名メーカーさんであるとか、これなんかリバティじゃないかなと思うんですね、はい、そういう有名メーカーさん の、うん、あの記事なんかをいろいろ寄せ集めて使っていますけれども、人によったらそういう記事、プリントされてる記事を作品に使うのはアウトだっていう人もあるんですよね。その記事には著作権があるんだなんてことを言われたこともあります。でもね、私としてはそれを絵の具代わりにその記事を使ってるわけなので、それダメって言われると、あ、じゃあ記事から自分で手作りしないといけないのかっていうような気持ちになって、まあ、染めを始めたというのがあるんですけれどもね、まあ、毛糸もそうなんです。でこれはあのテイラー使ってますけれども、自分で毛糸紡ぐっていうのはもうね、一からオリジナルでしないと納得しない人っていうのも中にはあるのかなと思って、じゃあやってやろうじゃないかっていう、そういう気持ちで始めたのがありましてね。なのでどこまでが OK でと、どこからがアウトか、まあ、難しい問題ではありますけれども、なるべく人の真似っこにならないように、で真似っこしてしまうとその人をもう超えられないって最初から自分で決めてかかってるようなもんじゃないですか。だからね、できるだけ自分の頭の中にあるもので勝負したいなっていうのもちょっとあります。自信があるわけではないんですけれども、その辺はちょっとフェアにやりたいなっていうふうに思ってまして、なのでね、結構編み物系の動画好きでこれまでよく見てたんですけれども、まあ、自分で動画撮るようになってから一切やめてしまいました。見ないようにしました、はい、だからそれ勉強のためには見た方がいいんだろうなとは思うんですけれど、見てないので見てしまうとね、どうしてもね、いいなと思ったら真似しちゃいたくなるんですよね。だから見ないようにしています。で最後ここね、ここ一目、次の目がこれですよね。その次の目ここですけれども、ここでつなぐのがいいのかな、その次のここでつなぐのがいいのかな、まあ、どちらでつないだとしても違和感はないと思いますが、とりあえずここでつなごうと思います。はい、ここで引き抜きます。はい、これで一周スカラップが編めました。手近にあった紙で申し訳ありませんが、こんな風に中に1枚紙入れてみました。これで見やすくなったと思います、はい、どうでしょう、違和感なく編めてるかなと思います。はい、トルソーに着せてみました。こんな感じになりました。どうでしょうか。あまり不自然な感じではないですよね、スカラップ。こんな感じになっています。では次回は袖のところをね、仕上げていこうかなと思います。袖ぐり可愛くね、仕上げていきたいと思います。私の考えたこのベストは、皆さんどんどん真似して編んでください。これはね、もうちょ特にあの著作権がどうのとか、真似がどうのとか、そういうことは言いませんのでね、皆さんどんどん編んで楽しんでください。すごく簡単に編めると思いますので、あのちょっと工夫を凝らしてね、ご自分にあの合った形にアレンジしてもらってね、で編んでいただけたら、で着ていただけたら嬉しいなと思います。今日の動画が良かったらいいねボタン、またチャンネル登録の方もポチッとよろしくお願いします。ではまた明日。